バージル・ユージーン・ヒルはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。元 WBA、IBF 世界ライトヘビー級統一王者。元 WBA 世界クルーザー級王者。1984年ロサンゼルスオリンピックではミドル級の銀メダルを獲得した。ネイティブアメリカンをルーツに持つことからウォーボネットを着用して登場することが多かった。 2013年6月には自身の功績が認められ、ボクシング連動入りを果たした。現在はプロモーターとして、クイックシルバーヒルプロモーションを主催している。1964年にミズーリ州クリントンに生まれた、ネイティブアメリカンのチェロキー族のクオーターである。彼が3歳の時に家族がノースダコタ州に転居し、そこで育った。ボクシングは、 父親の手ほどきを受けて8歳の時から始めた。アマチュア時代には全米のナショナルゴールデングローブチャンピオンになり、1984年、ロサンゼルスオリンピックにミドル級のアメリカ代表として出場して銀メダルを獲得した。1984年11月15日にライトヘビー級でプロデビューした。アマチュアの戦績は288勝11敗。 1986年12月11日、WBC コンチネンタルライトヘビー級王座を獲得した。1987年5月1日、マービン・カメルを破る。1987年9月5日、トリニダード・トバゴ出身のレスリー・スチュアートを4回、TKO で破り WBA 世界、ライトヘビー級王座を獲得。同王座を10度防衛した後、 1991年6月3日、トーマス・ハーンズに、僅差の判定で敗れて王座から陥落した。1992年9月29日、WBA 世界ライトヘビー級王座を、元世界王者のフランク・テイトと争い、負傷判定勝ちで王座を獲得。その後、アドルフ・ワシントン、ファブリス・ティオゾ、ルーデル・パーレなどの後の世界王者たちを尻け9度、防衛した後、 10度目の防衛戦で IBF 王座を長期防衛していたドイツのヘンリー・マスケと統一戦を行い、これ22回判定で勝ちを収め、IBF 王座も奪取した。1997年6月13日、WBO チャンピオン、ポーランドのダリウ・シュミハルチェフスキとの統一戦に判定で敗れ王座から陥落した。1998年4月25日、 当時パウンドフォーパウンド最強と言われていたロイ・ジョーンズ・ジュニアに挑戦し4回でキャリア初の小負けを喫した34歳になってからクルーザー級に階級を上げ2000年12月9日フランスで過去に対戦した経験のあるファブリス・ティオズを1回 TKO で破り WBA 世界クルーザー級王座を獲得した2002年2月23日 ジャンマルク・モルメクに9回 TKO で破れ防衛はできなかった。2003年7月5日、元 WBC 世界ライトヘビー級王者のドニー・ラロンドと対戦し、判定勝利を挙げ、ラロンドに引導を渡した。2004年5月22日、サイドジャンマルク・モルメクに挑戦するが、僅差の判定で破れた。その後、モルメクがスーパー王者に認定されると同時に空位になった。 WBA 王座を2006年1月27日、バレリー・ブラドフと争いこれに勝利して再度チャンピオンに、返り咲いた。2007年4月約10年ぶりに復帰したヘンリー・マスケが唯一の敗戦を期した相手で、現クルーザー級王者のバージル・ヒルに判定勝ちして10年、前の借りを返された。2007年11月24日に、暫定王者のフィラット・アルスランと、 王座統一戦を行い、これに12回判定で敗れ王座から陥落した。この試合を最後に現役を引退した。2015年2月28日、51歳で約7年ぶりとなる試合を、ロジャーカントレルと対戦、2回 TKO 勝利を収め正式に現役を引退した。ありがとうございます。